翔平 TV 4月プレゼント企画。はい、ということで水野のグローバルエリート軟式内野手用とウィルドライブバッティンググローブを各1名様にプレゼントいたします。 H セレクション革質も抜群のグローブに高校野球対応一般モデル両方があるバッティンググローブをプレゼントいたします。応募方法はこちらの3点。5月に当選者発表を行います。皆さん熱いコメントお願いします。はい、どうも、翔平 TV です。よろしくお願いします。ありがとうございます。本日はですね、はい、野球用品紹介、はい、じゃあお願いします。あの、僕ら2人ともね、手を後ろにしております。はい、バレバレだよね。それがね、何かというと、はい、はい、こちら、じゃーん、はいはいはい、今年使用しますバッティング手袋の紹介です。はい、はい、というわけで本日はね、こちら全て Z 製品となっております。はい、昨年と今年モンスタープラキャノンや、はい、ブラキャノン A パワーなど、紹介してきましたけど、うん、それと同じねメーカーのバッティング手袋なんですけど、はいはい、今年のバージョンはね、特徴があるみたいなんです、うん、まずこちらオレンジのバッティング手袋なんですけども、はい、こちらはね、グリップ力がとにかくえぐい、あのウォッシャブル可能の合皮のバッティング手袋なんですよね、うん、まあこういった感じでね、まあネオステのバッティング手袋で、まあグリップ力がいいと、はい、この手のひらにも特徴もありますし、この手首のベルトにも特徴がある、うん、そういうね、あの手首の可動域とかね、そういうところでいい商品となっております。はいはい、実際さ、こう、まあ、見てみて、まあこのようななんですけど、手の甲の方にシリコンラベルになってますし、ここ分かります、この手の甲のこの、まあ、シリコンなんだけど、ちょっとこうひっつくような感じになってますし、ここはもうね、なんていうの、これガンメタなんていうの、これ素材ツルツル、ソールイヤー、 Z のソールイヤー手袋も多分その素材だった。ああ、そうですね、素晴らしい、あのいいね、あのカラーですし、うん、まあ、Z のバッテってなんかだんだんおしゃれになってきてるな、そうね、そう感じてます。はい、でも実際にはめてみても、まあこういった感じで、あの今つけましたけど、はい、ちゃんとすごい伸縮性もあるし、はいはいはい、握りやすそう。はい、こちらねブラッキャノン A パワーですけど、はい、こう握ってみても、しっかりグリップ力グリップされるんで、はいはいはい、こうつるってならない、うんうんうん、そんななんかゴワゴワしてないよね。質としてちょっと薄めな、薄、まあ普通、まあ、ゴワゴワはしてないんで、洗ったらすぐ乾く。ちょっと待って、はい、バカにされたわ。洗ったらすぐ乾くような、それは天気に聞いてくれ。これ本当にこれ掴んだらマジで離さないっすね。そういう手袋やな、本当いいわこれ。これ、うん、手のひらはあれだよね、片足はなしで、なし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 で、本当ツルツルとした感じで、でも、はい、グリップ力はめちゃめちゃある。本当これ掴んだらマジで離さないんで、本当いいと思います。それバッとしてどうなの。はい、バッで、まあ、種類的には、はい、まあ、5種類とか6種類とか、まあ、5種類前後あるんですけども、まあ、オレンジやらブルー、これ、ね、赤ピンク、多分ね、前作のこれが多分新カラーなだけで、うん、いろんなカラー含めたら結構な数あったと思う。いや、あると思う、すまない、あると思うよ、うん、なんか黄色もありますし、赤もはピンクもあるし、カラーはたくさんあるので、はい、まあ、あの好きな色にね、して購入して好きな色で、まあ、野球できるっていうのがやっぱいいじゃないでしょうか。チームカラーにも合わせやすそうですよね。そうすね、カラーたくさん出てると。そうですね。そしてもう一つですね、こちらじゃーんと、こちらのバッティング手袋なんですけども、はい、これはね、多分他のメーカーではやってないと思う、うん、この見た感じさ、 3D パターンといったパッケージになってますよね、うん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 、無駄な力を入れずにしっかり握り込める 3D パターンということで、はいはいはい、まあ、サイズもあの SML とサイズ的にはね、22から27まで、まあ、3種類ぐらいはありますし、はい、まあ、これが一番大きいやつ、これがちっちゃいやつで、もう一個拾ったの忘れましたけど、 M サイズの真ん中のがありますね、うん、でこれなんといってもその 3D パターンっていうのは、こう見てほしいんですけど、これ指のところ曲がってるの分かります？ここね、切れ込みがあるんですよ。こう切れ込みが何であるかっていうと、ここを曲げやすくするためにビヨーンってここに何なら最初から曲がってるぐらい。そう、バッティング手袋ってことはさ、こう逃げるためじゃないですか、うん、リラックスした時のこの手の形になってる、はいはい、それがこのバッティング手袋の 3D パターンの構造になっております。一切ストレスがない。普通のバッテは多分こうまっすぐピーンなんですよね、うん、でもこっちはこう曲がっている。でこれはこう逃げることに対してのしっかりとしたこう逃げれますよっていう、まあ、アプローチがかかってる。そう、これね、最近マジで使ってます。これ最近打率いいんですよ。打った瞬間のこのクッがすごい効ける、効くんですよね。こうなってて、握るとこう開くみたいな、こういった感じ、グッとここ握った時に、ここにこう多少のテンションがかかるんで、うん、力強く握れるっていう。
はい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 、そういう特徴のあるバッティング手袋で、カラー展開もまあいろんな種類が、まあ、黄色もあるし、君何色、青、赤、黄色と、まあ、まだ種類ありますよ、たくさんね、いろんなカラー展開がありますんで、デザイン性が半端じゃない、まずそうね、まあ去年からまあありますけど、うんうん、これは多分 Z 史上初のバッティング手袋かなっていう、そうですね、思います、はいはい、はい、そして最後ですね、こちらですね、じゃーんと、まあ、去年もこんなデザインなかった、あったよね、うん、まあ、今年版ということで、はい、大きめ、ゴワゴワめ、ちょっと分厚めなんかな、分厚めな感じがする、さっきの比べるとね、ちょっとこう、何 Z のマークもさ、でかい、昔の Z みたいな、うん、まあ昔から Z 知ってる人間からしたら、あれ昔のマークじゃねってなるし、このデカロゴはね、昔から知ってる人からしたらもうちょっとこれテンション上がると思う、うん、わ、これはすごいわ、これちょっとね、パリパリしてるかな、パリパリっていうのちょっと乾燥気味って言ったらいいかな、気温かな、気温なのか分かんないけど、うん、でも2番目に紹介したやつと同じで、この辺からちょっとこうテンションを感じる、はいはいはい、グッとつかめるっていうのを感じます。どうこれ、このほら真ん中のメッシュあるじゃん、これでしょ、そう、このメッシュに対してこう下と上でこう引っ張り合ってるみたいなイメージ、はいはいはい、これやばくないですか、これもうカラー展開もさ、黒もあるし、はい、はい、赤いタイプもあるし、緑もあるしと、同じようなバッテがないっていうんですかね、それぞれ、うん、今紹介した3つは全部タイプが違うんですよ、これはやられましたね、すごいですね、まあ、でもとにかくこれグッとこう握るのに本当にこう握りやすいというか、はいはい、力が入るバッティング手袋、まあ、でもどれもそうだよね、最初に紹介したやつはグリップ力がいいから握りやすくてグリップ力良くてこうブレませんよっていうの、ね、で2番目3番目に関してはグッと掴んだらもうしっかりと掴んだってことがダメだな、ダメだな、掴んだら話さないで、握ったらね、グッと握ったら力が入って、この押し込みとかでこう力が入ってしっかりとバットにボールを当てた時に押し込めていい打球飛びますよっていう、そういったバットだと思います、はい、まあ、結構いろんな多分野球ショップで今もう販売してると思いますので、もしね、あったら見てみてほしいなと思います、購入してね、使ってみるのもいいかなと、色もね、いいですし、そうですね、まあ、時期的にもやっぱ4月だし、本当にこの新しい新年度、うん、新学期にちょうどいいではないかなと思いますので、はい、はい、使ってみてください。というわけで本日はこちらのバッティング手袋を紹介しました。この動画が良ければチャンネル登録とコメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。ありがとうございます。いやー、チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、ありがとうございます。視聴兵 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。君